続いては政府が進めている行政手続きの脱はんの動きについてです仙台市は押印が必要な4100の書類のうち600種類で廃止する方針を示しました仙台市が今月、ことし7月市が管理する行政書類5000種類を調査したところ4100種類で提出や契約の際に押印を求めていました このうち600種類ではんの省略が可能で市では廃止する方針です例えば児童クラブの登録申込書や軽自動車税の減免申請の書類などが含まれています一方で残りの多くの書類は手続きの大元ととなる法律で押印を求めていることが多く市だけの判断では廃止することが難しいということです 政府の脱ハンコの動きをめぐっては法務省が婚姻届や離婚届の押印を廃止する方向で検討していることが明らかになっています。